今回は野岩鉄道の車窓からの風景と湯西川温泉周辺の映像をご紹介します。東武鉄道から野岩鉄道直通の特急リバティ、今回は春日部駅から乗り込みました。春日部駅を10時4分に発車した特急リバティ会津113号は、途中下今市駅で東武日光行き車両を切り離し、11時33分、鬼怒川温泉駅に到着します。鬼怒川温泉駅を出て、鬼怒川と温泉街を左手に見ながら鬼怒川公園駅に至り、鬼怒川公園駅の次はいよいよ野岩鉄道の支店の駅、新藤原駅です。ご乗車ありがとうございました。まもなく新藤原に到着いたします。お出口は左側です。新藤原を出ますと次は竜王橋に停まります。鬼怒川公園駅を出て5分ほどで新藤原駅に到着。11時43分、新藤原駅に到着です。反対側のホームに上り列車の下今市行き普通列車が停車してました。さて、いよいよここから野岩鉄道に入っていきます。新藤原駅から竜王橋駅を過ぎ、そして川地温泉駅に近づくと列車はスピードを落とし、進行方向左側に浜子ダムの堰がゆっくり通り過ぎていきます。野岩鉄道の名称は栃木県の下野の国から野の字を、福島県の岩代の国から岩の字を取って名付けられたそうです。橋とトンネルが路線のほとんどを占めるこの鉄道、野岩という響きにぴったりな野生味あふれる風景を見せてくれます。鬼怒川が見えています。新越島から藤原までの1390円はまた東武鉄道でお支払いいたします。ああ、そうなんですね、はい。今日は新藤原から乗り越しもいただきます。あ、そうなんですね。湯西川温泉まで520円生産になります。はい、そしてトンネル内にある湯西川温泉駅に到着です。湯西川温泉駅のホームからトンネルを抜け、湯西川橋梁を渡っていく列車を見送りました。駅のホームのかがり火、トンネル内ということもあっていささか空気がひんやりしていました。駅舎を出ると目の前には湯西川ダムから流れ出る湯西川と野岩鉄道の鉄橋が目に飛び込んできました。実はこの湯西川橋梁からほんの200メートルほど下流に行くと湯西川と小鹿川の合流地点があることを後になって知りました。河川の合流フェチの私としたことが何たる不覚と悔やみましたが、まあ今度は秋にでも湯西川温泉にゆっくりしに来よう、その時に合流地点を見に行こうとすぐに気持ちを切り替えました。そして早速野岩鉄道の鉄印ゲットです。もちろん湯西川温泉駅オリジナルの鉄印です。そして道の駅湯西川の足上、足湯でまったりした後は道の駅の食堂でお蕎麦をいただき、
道の駅の中にあるカッパ神社をお参りしたり、売店でお土産を買ったり、周辺を散策して時間を潰し、そろそろ会津田島行きの下り列車が湯西川温泉駅に到着する時間になったので、湯西川橋梁を渡る列車の姿を見ようと湯西川沿いの国道でスタンバっている私がいました。そして湯西川温泉駅を発車した下り列車が湯西川橋梁を渡っていきます。ああ、惚れ惚れするほどいい絵です。そして13時30分湯西川温泉駅発の下り列車を見送ったら、13時44分発の浅草駅列車に乗るためにホームに向かい、湯西川温泉駅から上り列車に乗りました。ちなみに野岩鉄道の区間内で乗り降りする場合は特急料金は不要です。湯西川温泉駅を発車します。名残惜しい。今宵は川地温泉に宿泊するので川地元駅に戻ります。でも秋か冬に湯西川温泉に宿を取り、湯西川温泉駅から先、野岩鉄道の終着駅会津高原尾瀬口駅、そしてできればさらにその先の会津鉄道まで足を伸ばしてみようと思います。